NTT ドコモの電子決済サービスドコモ口座を使って預金が不正に引き出された事件で、決済サービスを悪用して商品を購入したとして、宮城県警など11府県の合同捜査本部が中国籍の男女3人を再逮捕しました。私電磁的記録不正作出同強要と詐欺の疑いで逮捕されたのは、いずれも中国籍で、埼玉県と神奈川県の大学生の男2人と埼玉県の看護師の女の合わせて3人です。県警によりますと、3人は去年9月、 NTT ドコモが提供する電子決済サービス D 払いを使い、都内の家電量販店や埼玉県内のコンビニエンスストアで何者かがチャージしたドコモ口座を通じて、タブレット型コンピューター1台と加熱式タバコ合わせて57カートンを購入した疑いが持たれています。警察の調べに対し、大学生の男2人は容疑を認めていますが、看護師の女は否認しているということです。県警によりますと、銀行や口座の名義人からおよそ20件の被害相談が寄せられていたということです。3人は同様の犯行の疑いで先月19日に逮捕されていました。